埼玉トリオと後方待機となりました。2センターから第4コーナー、後方から3番の柿沼真也、埼玉勢上がってくるか。3番手から1番の永井大輝、永井が3番手から上がって雄大の後ろ、2番手は7番の吉田英治東京勢、5番の松岡が3番手、8番の尾形と続いて、さあ5番手あたり2番の北野と外側から3番の柿沼上がっていきます。2コーナーからバックストレッチ、外から3番の柿沼真也、柿沼上がって先頭、2番手9番の新井武久、4番の渡辺と埼玉トリオ、1番の永井大輝が4番手、一方北野義晴後方の8番手に置かれている。ラストは6番の上子拓也です。ラスト一緒に入りました。先行3番の柿沼、2番手9番の新井武久、3番手4番の渡辺、埼玉トリオを飛ばしていきます。1番の永井が4番手、さあ8番手から2番の北野をまくっていきます。4番手から例によって1番の永井のまくり、さあ9番の新井武久牽制したんですが、かいくぐった1番の永井大輝、後ろは7番の吉田英治、あとは5番の松岡義彦、直線に入りました。永井大輝先頭だ、永井先頭、吉田英治ですが永井大輝やった。1番7番5番です。1番7番5番、さあ改めまして見事日韓現代杯を制しました永井選手です。永井選手お疲れ様です。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。さあ地元での優勝ですが、今の優勝した気持ちをお願いします。いやもう本当僕だけの力じゃなくて皆さんの応援のおかげで勝つことができました。本当におめでとうございます。今のレースの勝因はどんなところにあったのでしょうか。もう4番手取れたことですね。なるほど、おめでとうございます。それではですね、今後の意気込みを何かお願いします。いきなりは無理なんですけど、少しずつ強くなってまたここに戻ってきて、またここに立ちたいです。さあそれでは本日応援してくださったファンの皆様へメッセージをお願いします。慶応学最高、ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれでは永井選手、あちらの方へお願いします。さあそれでは引き続き表彰式に移らせていただきます。